はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。今日は買い物のついでにローソンに寄って桃水とおにぎりとパン買っていきたいと思います。はい、では行ってきます。レッツゴー。では今日食べていくのはちょっと1個減ってるんだけどローソンのもち麦パン、チーズクリーム&ダブルベリー、税込み150円です。ちょっとお高いですよね。で、1個あたり115キロカロリー、2個で230ですね。はい、これね、美味しかった、すごく美味しかった。私ね、甘いチーズクリームが苦手なんですよ。甘いチーズクリーム。でもこれはね、ほんとクリームチーズなのかカッテージチーズなのかわかんないけど、甘くないやつが入ってた。で、このね、ブルーベリーが入ってるから、外側はちょっと甘みがあるの。うん。それがすごくマッチしてて美味しかった。ではもう一回食べていきまーす。ほら。はい、ではいただきます。うん、美味しい。10個ぐらい食べられるよ。だってこんなの2口で終わるよ。これはね、リピート確定。本当にこのチーズクリームが本当に美味しい。で、外に入ってる、パンに入ってるブルーベリーもね、ブルーベリーなのか、なんだろう、ダブルベリー？クランベリーか。ブルーベリーシュガーチップ。そう、クランベリーとブルーベリーシュガーチップが入ってるんですけど、それがね、甘いから、すごいバランス取れてる。美味しいです。これは一口だよ。うん、美味しかったです。ごちそうさま。はい、今日の飲み物はアクエリアスゼロ。はい、乾杯。このまま飲んじゃいます。美味しい。はい、でね、ホエイプロテインが届きました。じゃじゃーん、嬉しい。1キロ。もうザバスを買わなくていいという素晴らしい環境が生まれました。うん。で、もう2回飲んでるんだけど、バニラ味で美味しい。私、水で割って飲んでるんですけど、多分牛乳とか豆乳で割ったらもっと美味しいのかなって思います。でもカロリーも上がっちゃうからね。で、結構薄めに、水多めに入れたら、結構、って味なんだけど、ね、水を少なめに入れると、なんか、クリーミーで美味しい。これをね、1日3回。で、1食あたり118キロカロリーか。だから、360キロカロリー弱ですよね。
1日あたりで 60g 以上のタンパク質が取れる。うん、これ本当大事に飲むし、効果があったら、うん、随時報告していきますね。はい、今日のお話は、前私過食嘔吐しちゃった日があるじゃないですか。でその日のおまけ動画で体重のことをねちょっと報告してたと思うんですよ。うん、過食最中にお食事中の方はごめんなさい、下痢になっちゃってお腹下しちゃって、もう全部出たんですよ、宿便とかも多分。でそれでその翌日ですね、起きて体重を測ったらベスト体重のままだったんですよ。 44.0 ちょうど。うん、その日も飲み物をものすごくたくさん飲んだわけですね。うん、いつも通り、うん、ガブ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 飲んだんだけど、おしっこの回数が少なくって、で量も少ないの。それってもう体に溜め込んでるわけじゃないですか。で体が重いなって思って、でその日の翌日また体重を測ったら1キロ増えてましたね。大きくないですか1キロ。本当にもうまた後悔したよ。もうみんなやめた方がいいよ、本当に過食嘔吐。でもそう言っても依存症でやめられない人もいるんだよね。うん、私がそうだったからよくわかる。そうだったっていうか、まだ現状を感知したわけじゃないからね。突発的にまた、来るし、次の給料日までは絶対履かないってもう決めてるから、それは頑張ります。うん、乗り越えます。でも下剤とかもそうなのかな。体内の水分は全部出て、でまた水を飲むと元に戻るのかな。私分かってないんだよね。下剤ダイエットもねやったことあるよ。コーラックを大量飲み、20粒とか飲んでた。1週間に2回ぐらいは飲んでた。でまあそれはね、なんか食べ過ぎた時とかに、で吐けなかった時とかに大量に飲んでましたね。でもやっぱ体重が落ちるんですよね、一時的に。でもまあ増えますよね普通に生活してると。だから下剤ダイエットは意味ないのかなって思って、もう最近は全然してないです。うん、残ったポーラックがここに、これここにこんなに入ってます。でももうワンシートしかないか。でもね、ほんとフラフラになっちゃうし、下剤ダイエットはほんと危ないと思う。私動けなくなったこととかあるもん、ベッドの中から。ベッドの中でか。だからみんな気をつけましょう。はい、まだ話したいことがいっぱいあったんだけど、病院でねお薬を処方してもらったの。うん、過食を防ぐお薬、そのことについて話したいなって思ってたんだけど、まあ飲み始めたばっかりだし、うん、聞いてるのか聞いてないのかまだ分かんないから、また、報告します。はい、ではここまで見てくれてありがとう。コメントと高評価とチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまたね、バイバイ。バルタン星人。Bye-bye.